ごい乾いてるよもう。あ、いいですね。どっちが表ですか。どっちでも良いと思います。これ手形でやるんだっけ。手形とあとなんか文字入れたいなって。切っていいですか。中学3年生の時に祖母が癌になりまして、でその時に、まあ、余命宣告をされたんですけど、最後はお家でお家にいたいっていう祖母の希望があって、それを叶えてくださったのがソーシャルワーカーの方で、でその時にソーシャルワーカーっていうお仕事を知って、私もなんかこういう人になりたいなと思ってたんですけど、まあ、家族、私たち家族の悩みとかもいろいろ聞いてくださって、私もこういうすごいかっこいい人になりたいなって強く思って、それで福祉のお仕事を目指すきっかけになりました。はい、おはようございます。あみさん、お靴履いてください。お靴履きます。おはようございます。あみさん、お靴履きます。おはようございます。はい、連絡帳を見てます。ご家庭の様子とかも細かく書いてくださるので助かります。じいさん大丈夫そうですね。歩かないで今日はだいぶ落ち着いてますね。よかったです、ちょっと安心しました。そうらしいです。キャリアチェンジっていうのがすごく幅広い部分で行えるのが魅力的だなと思ったのと、あとまあキャリアアップ、自分のキャリアアップにもつながりますし、いろんな経験ができるのかなと思って選びました。あとあれですね、と同期が多かったことが自分的にはとても安心感につながりました。はい、今日は2月15日木曜日ですね。はい、じゃあ出席取ります。今日の活動は午前中洗車、午後和太鼓をやります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ体操します。はい、回るよ。反対、それ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 、いいね、山川さんかっこいいよ。それはい、どういたしまして。はい、川目さん、職員さんにお願いします。はい、中学前転車。はい、よし、じゃあこれでおしまいです。はい、座って飲みます。はい、はい、どうぞ。そうですね、最初はやっぱり入りたてはまあ、パニックになったり、利用者さんとかの対応、まあ、どうしたらいいんだろうから入ってて、で自分でもなんか正直ちょっとなんだろう、自分からその対応変わりますよとかがあんまりできなかったんですけど、周り の先輩の職員さんの対応を見て、あ、すごいなと思ったことをちょっと言い方悪いですけど、盗んでっていうか自分のものにして、もし次もしパニックが起きたら、じゃあ私この方法でやってみようかなっていう、何ですかね、チャレンジはしました。で、まあ、今でも全然そのパニックがやっぱり起きてしまって、自分でもうまく対応できなくて他の職員さんに代わっていただいたりっていうのは全然ありますけど、そこから学ぶことも全然ありますし、自分が何がいけなかったんだろうってちゃんと一歩戻って考えられることができてるので、
周りの職員さんの力ってとても大きいのかなと思ってます。馬場さん、はい、今日洗車なんですけど、はい、今川目さんが若干不穏気味なんですよ、はい、まあ、まだ全然パニックとかじゃないんですけど、はい、川崎さんが今回今日残るので何かあったらあの応援だけお願いしてもいいですか。一応隣に応援頼んであるんで何かあったら呼んでください。ただ一回座ります。ティエル、すいません、カメさんちょっと不穏気味で今横松さん残ってるんですけど、後には声かけといたんですけど何かあったらお願いします。すいません、いけなそう、今物投げが始まってるから危ないかも。お願いします。ただ小平さん、シャワーお願いしてもいいですか。はい、シャワーお願いします。上からお願いします。上からです。はい、上から上下ゴシ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 、とにかくゴシゴシ、はい、ゴシゴシ、一人一人に合った支援方法とか声かけを、まあ、できるように心がけてるんですけど、まあ、その日のご利用者様の体調であったり気分であったり精神状態であったりで、昨日この声かけができたのに今日はうまく入らなかったっていう時もあるので、うん、その日のご利用者様の状態に合わせた声かけっていうのを臨機応変にできるように心がけてますね。それはそれはください。ルイさん手洗ってお茶飲もうね。はい、じゃあ一回座ってください。写真撮ります。 OK。 活動開始時と終了時に写真を撮って天候を送ってます。失踪とかに備えて送る感じです。ここなんだよ。うん、みんなあれじゃん、3の、あー、はいはいはい、あれなんだけど、はい、誰残ってるの。どうしようかな、そしたら小寄さん最後まで、あ、でも4は4で一緒に行った方がいいのかな。歯磨き、そしたら他園さん残ってもらって、川崎さんあたりに、そう、最初来るまでは見てもらって、できたら他園さんとチェンジみたいな、それで行きましょう。オッケー、お願いします。ありがとうございます。ルイス一緒に行きます。はい、じゃあ行きます。ほのさんにお願いします。ここ置いといてもいいですか。すいません、ウィさん足を下ろしましょう。はい、ウィさん戻ります。はい、行きます。ご飯結構おかずをちょっとずつ乗せて、これ食べたら行って全部食べる。あ、そうなんだ、それいいかもしれないですね。次やってみよう。じゃあ平気かな。じゃあ休憩いただきます。ゆっくりね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いただきます。そうした方がいいですか。いただきます。木下さん、こちらにお願いします。ここ、はい、ありがとうございます。最初、×から×です。×にしてください。いいです。お、柳川さんいいですね。木下さんもいいですね。
ます。はーい。どん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 。ある時もありますけど、任せていただくことがありがたいなと思うので、全力で頑張ってます。はい。机持ってください。ルイさん、ちょっとどける？自分のお席戻ってください。はい、せーの。はい、どういたしまして。カメさん、職員さんにお願いしてもいい？川目さん連れて行きます。行きます。トイレ、井川さんありがとうございます。トイレ行っちゃいます。イエイ。はい、じゃあ帰りの会始めたいと思います。今日も一日お疲れ様でした。はい、明日の活動ですが、午前中散歩、午後お掃除をやりたいと思います。はい、じゃあ貼ってください。小百合さん、明日どっち頑張りますか？お掃除です。はい、お掃除頑張ります。はい、お疲れ様でした。社会福祉士と精神保健福祉士の資格を取りたいなと思っていて、まあ、短大卒業なので実務経験を積まないとまだ受験資格が得られないので、とりあえず現場でたくさん吸収できることは吸収して、まあ、国家資格取れればいいなと思ってます。あと、まあ、現場で必要とされるような職員になりたいなと思ってます。ミレイさんが乗ったら行きましょうね。あと誰が残ってます？休憩取りました？20のやつ。お疲れ様です。午後これ頑張ったから太鼓やろうね。つなげる、はい。やり方が一番いいと思うんですけど。確かに。まあそうそううまくいかないであろう。うん。何これ。誰ですか？天沼神殿ですか？お疲れ様でした。お先失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。